のね、話は出てくるんでしょうけども、その気持ちに持っていくっていうことがね、一番大切なんでしょうからね。そこに先輩後輩のそのコーチとか、そういう雰囲気を味わってる選手ってのは強いんですね。なるほどね。イメージトレーニングとかも、あ、これはもう一番大事でしょうね。待ってる間にきっとあのカーブでとかやるんでしょうね。当然練習の段階からね、全てを想定して動くでしょうから、まあ、それが当然プロとしてのね、スポーツ、とりわけその競輪もあるんじゃないかと思いますけどね。さあ、お待たせしました。新人王の決勝戦を迎えました。10レース、今日の4日目のメインレースになります。関東門に9選手が並び始めまして、一層の緊張感の高まりをこの私たちも放送席のところで覚えてします。5冠、森山、海田、高田、堀、立山、安野浦、児玉、斉藤、以上の9選手でこれから新人王、果たして誰が新人王に決まって新人王に輝くんでしょうか。それでは磯さん、お願いします。はい、第34回競輪祭北九州市の小倉競輪場、4日目のメイン競争を迎えております。全日本新人王決定戦、浜田賞をかけて争います。距離は1周長くなりました。2425m、 6周回で争います。北海道の好調斉藤先頭に、最後が群馬の五冠新一。ゆっくりと各選手が発走機に到着しております。新人王決定戦であります。では対戦メンバーです。1番が群馬の五冠新一、2番地元福岡の森山正明、3番三重の海田和弘、4番地元の高田誠、5番茨城の堀正美、6番が熊本の立山浩二、7番が福岡の安野浦浩、8番が香川の児玉博士、そして9番北海道斉藤正義。以上9選手の対戦です。全日本新人王決定戦です。2425m、 6周回で争うことになります。鈴木さん、はい、まあ、稲村がここに姿がないんですけれども、69回生ですから ね、 そうですね、これからチャンスがあります。代わって五冠、まあ、群馬から新人王が出れば実に25年ぶりですよね。そして3番の海田和弘、あの初日のレース豪快でしたよね。そうですね、あっという間の出来事。そうでしたね。さあ、落ち着こうかという五冠、発走いたします。そして地元勢が揃っております。まあ、森山も昨年のこの新人王のレースに出て、はい、やはりその時はかなり期待されたんですけどもね、A 級でしたから ね、 ね、ちょっとやっぱりその期待通りの活躍できなかったんですけれども、今年は堂々とその優勝戦に駒を進めております。1番の五冠が前を取りました。五冠新一が誘導に寄っております。5番堀正美が2番手、3番手が3番海田和弘です。8番の児玉が取りました。鈴木さん、児玉がやはり選手紹介と同じように、3番海田の後ろを取って、そうですね、はい、森山に安野浦浩、そして4番の高田誠、6番の立山浩二と地元九州勢、最高峰に斉藤正義です。さあ、これで斉藤が前徐々に行って、はい、階段の後ろを取るのか。さあ、その斉藤の動き、なんといってもこの斉藤と4枠5番の堀、あるいは高田といったところが動きがいいですからね。そうですね。さあ、この斉藤どうでしょうか。児玉のアウトコースに合わせて、まあ、一応これ66回生同士なんですけどもね。そうですね、66期の2人、しかし児玉の方がマークを取って、斉藤は一歩引きました。斉藤5番手ですね。森山が6番手回り。鈴木さん、こう見てますと森山も大きいですね。大きいですね。1m88cm、はい、パワー先行2番の森山、そして安野浦浩、4番の高田誠、最高峰に6番です。この高田も昨日目立たなかったんですけども、あのバックからのまくりは切れ味ありましたよね。ありました、ありました。3着でしたけれども、この3番、4番の高田誠、そして6番の立山浩二が最高峰です。五冠が前を取っております。やはり前を取ったということで五冠の意気込みもありますね。そうですね、やはり中段分断して五冠としてはバック3番手4番手でまくりたいですよね、
5番の堀がついております。まさにこのカミソリのような切れ味でこの決勝戦に進出しております。堀正美が2番手、3番海田が3番手回り、海田の3番手いかがですか。そうですね、被る位置ですね。このあたり、まあ、九州勢がおそらく仕掛けていくでしょうから同時に踏み込んでいけるかどうか、残り3周になりました。3番海田、現在ゼッケン番号と同じ3番手回り、小玉がマーク、そして9番の斉藤ですけれども、さあじりじりっと森山がいって海田も踏み込んでいきます。さあ五冠がさばいていくかどうか、しかし五冠は車を引きました。競りよりは車を引こうかという五冠。8番の小玉が3番海田にマークを取って、さあ森山先行か、海田がちょっと粘った感じ、外から9番斉藤がインを切りきます。やはり斉藤が動いて、さあこれで誰が飛び出していきましょうかね。斉藤動いてどうでしょうか。森山2番手、さあ斉藤先行か、後ろ7番南の浦港、さあ後方から五冠が動いてきます。五冠動いて一気に先行を取るか、五冠先行を取りました。五冠先行で2番手が5番の堀正美、3番手森山か、3番手森山だ、そして9番の斉藤がすっぽりとはまっている。後方から3番海田、後方から3番海田一気に来ます。4コーナーがあって海田が先頭だ、海田が一気に先頭を取りました。2番手は児玉単独、3番手切れました。五冠が切れた、猛追していく、五冠猛追していく、3番手、そして5番の堀が4番手回り、森山ちょっと置いた、森山ちょっと置いた、2コーナーからバックに入っている。先行3番海田、海田先行、番手は8番の児玉です。66回生児玉番手、そして五冠が追い詰める、五冠を追い詰める。3コーナーから4コーナー、先頭海田、先頭海田、4コーナー待った、海田の先頭だ、児玉が来るか、海田か、児玉か、海田が粘っている、海田か、海田か、児玉かどうか、一着争い。赤い手袋を上げたのは8番の児玉、赤い手袋、今度は拝むような仕草。四国からチャンピオンは松本秀房ぐらい、26年ぶり。鈴木さん、階段が飛ばしたんですけれども、小玉がぴったりマーク。いやすごい競争ですね、はい、階段を思い切った競争しますね、度胸がいいですね。直前まで階段でしたけどね、まあ、それを最後まで許さないと、この位置は俺だっていうようなことでね、小玉がね、いやこの児玉がゴール前に差し込んでどうですか、一着からそれ微妙ですがね、まあしかしガッツポーズは8番児玉、しかし、この後の正式決定までお待ちいただきたいと思います。審判の決定までお待ちください。児玉がガッツポーズをしたんですけれども、海田との一着からそれかと思われます。まあ、鈴木さん、それにしても四国からは松本秀房さん以来ですよね。松本秀房は、ね、九州なんですよ。あ、九州ですか、ね、あ、そうですよね、そうなると初めてですか、ね、あ、思わずこの、あ、そうですね、熊本でしたか ね、四国から、そうなると土井さん、まだ正式決定出ておりませんけれども、はい、初のチャンピオンということになりましょうか ね、しかしまだちょっとね、ゴール前3番の階段が粘っておりましてね、はい、まあ、ちょっと確定は、ね、しておりませんけれども、ね、まあ、もう本人は完全に勝ったという感じでね、はい、もうヘルメットもそれからユニフォームも脱ぎ捨てましたんでね、まあ、思わずその26年ぶりと言ってしまったんですけど、松本秀房さんが熊本でね、四国からはおそらく初めて、そうなると思いますよね。あ、防具プロテクターも外しましたね。そうですね、すごいですね。いやー、ものすごい騒ぎでありますけれども、確定しました。児玉選手に喜びの声を聞きましょう。児玉さん、はい、おめでとうございました。どうもありがとうございました。放送席には鈴木康美さんいらっしゃいますのでお話ししていただきます。鈴木さん、どうぞ。おめでとうございます。どうも、本当にこれはおめでとうだね。いえいえ、卒業記念の時によくいろいろ話も聞いたけれど、はい、まああの以来ね、はい、会うことがなかったけれど本当に、立派に成長して、今日は何が何でも階段の後ろを離さないと。そうですね、もう昨日も一応階段の後ろで、うん、もう後ろになったんですけど勝負 しまして、うん、今日ももう斉藤が顔見せが来てましたけど、うん、もう今日はまあね、こう言っちゃ悪いですけど失格覚悟でも刺繍するつもりでなるほど、はい、まあ、そのぐらいの気力、勝負がいかに、気力が大事であるかっていう証明だと思うんだけれど、はい、いや、あなたはあんまり体大きい方じゃなくてね、はい、最近の選手は非常に大きい、並んだところで2番の森山君と一緒に乗ったら影隠れちゃうっていうようなね、はい、そのぐらい違うのにそれが勝つというところにね、しかしそれにしても3番の海田君は勢いよく行ってくれたですね。そうですね、今日はもうまくりでいいって周回中に言ったんですよ、うんうん、
だからもうまくりだと思ってたね、思ってて、うん、はい。そして海田くんがもし、うん、ここがうまかった、はい、正直なこと言ってね、外へ行きながら出させられる、うん、これなら当てにしてくれるなっていうような印象をね、はい、与えといて、ここで五冠がペースダウンしたところを一気に行ってくれるわけですね、はい、最高でしたね、最高だね、はい、それであの海田選手はあの力でね、はい、ぐんとバンクに上がりながら行ったのをもうここでちょっと離れ気味だったけどスッてくっついた時に、うん、ここで勝負ありですね。そうですね、あとはもう うちだけ警戒してたんですよ、うん、うちスコアでもんじゃないかなと思って、うん、さあこの時はどんなことだったんですか。もうあとはもうね、うん、もう四個なんかの勝負だった。そうそう、うちだけ気をつけてました、うん、さあどのあたりでいい勝負になる、抜けるって思ったんですか。うん、10メーターぐらい前ですね。あ、よく踏み直したんですよ、うん、4コーナーから、もう本当に立派なもがいた、全然顔も負けないでね、はい、うん、何が何でもっていう気力がね、こう溢れてたんです、はい、もうとにかくね、新人王っていうのは大したもんで、戦前言ったんですけど、優勝してもね、不思議のない選手、はい、次につながる選手、はい、そして特別競輪も取れると、優勝候補になれるっていう選手じゃなきゃなかなか取れないんですよと言った手前、児玉君もね、頑張ってもらわなきゃならない、はい、これからね。そうです、うん、児玉さん、はい、ゲストにですね、はい、女優の高沢純子さんを目立っておりますので、はい、一言お話してください。あ、こんにちは。おめでとうございます。どうもありがとうございます。私も撮らせていただきました。応援してました。はい、おめでとうございました。どうもありがとうございました。この後の活躍ますます楽しみにしておりますから、はい、どうもおめでとうございました。はい、どうもありがとうございました。新人王に決まりました児玉選手のインタビューでした。それでは山田さん、改めて払い戻し金をお願いします。はい、それでは第10レースの結果です。第10レース1着8番児玉選手、2着3番海田選手、3着1番五冠選手。